どうもこんばんは、セブンナイツゲーム動画です。今日はですね、セブンナイツのスパイクがとうとう覚醒したということで、まあ僕も先ほど会社の方から帰ってきまして、21時過ぎてるんですけれども、早速スパイクの方を覚醒させてきました。で、キャラ一覧から、こう、立ち絵があまりにもかっこよかったんで、スパイクをリーダー設定してたら、覚醒させるときに、覚醒可能なキャラが存在しませんとかって言われて、リーダー設定してると覚醒できないんですね。ギルド戦とか枠に入れてると覚醒できないっていうのは知ってたんですけど、まあリーダーもできないっていうのは初めて知りました。はい。で、まあとりあえず今日はですね、スパイクを使ってアリーナの方をやっていこうかなと思います。で、まあ正直作ったところなので、まあどういう編成がいいのかとかっていうのはまだ試行錯誤中っていう感じなんですけれども、一旦こういう風な編成にしております。まあ、前衛は、エリスは弱点武器から敏捷武器に変えまして、で、あと、カグラ。で、カグラは、まあ、エリスと、スパイクで、クールタイム延長のスキルが2枚になるので、まあ、全体的にこう、クールタイム延長されてても、まあ、反撃スキルで攻撃は出せる、まあ、カグラはね、まあ、必要かなと思って一旦ここに入れてます。あと、回復のクリスで、ダメージ量を増幅させるためのエリシア。で、アタッカーのスパイクっていう感じですね。はい。でも一旦これでやってみて、一回だけやってみたんですけど、まあ、その時に感じたのはやっぱり、スパイクがかなり柔らかいなっていう印象を受けました。まあ、カグラの攻撃で結構ダメージ受けるんで、割とこう初手でどんどん攻撃仕掛けていかないと、結構自利品になるんじゃないかなっていう感じは受けましたね。で、ちょっと一回試してみたいのが、あんまりこううまくいくとは思えないんですけど、ルディ、クリス、エリシア、スパイク、椿。椿は一応魔法キャラなんですけど、回復、全体回復持ってて、でも支援型キャラではないんで、倒されることがないと。で、クリス、ルディでかなり防御を固めて、で、攻撃は一応スパイクとエリシアでダメージがそこそこ出せれば、結構耐久としてはいけるんじゃないかなとかって、まあ、妄想したりもしてるんですけど、まあ、一旦はこの無難なパーティーでやってみようかなと思います。はい。ということで、まあ、早速ね、ちょっとやっていこうかなと思います。はい。はい。よろしくお願いします。まあ、結構スコアに差がありますけれども。向こうはアキラの、ワンバックですね。一応先手は、こっちのカグラが取れた。で、ここで、ここの固定ダメージも減少させているはずなので、うん、クリスが動きましたね。で、粉々にしてやるで、うん、結構固定ダメージは減少されてますね。硬いんですよね、やっぱね。なんで、まあ、ルディとか、うん、クリス、そのあたりで一回試してみたいなっていう思いはあります。うん、痛い。めっちゃ痛い。エリシアがこれは。いや、痛いなぁ。こんな感じで結構柔らかいですね。で、絶滅で、ほぼ壊滅かな。痛え。ほぼスパイクが何もしてないという。ちょっとこれはカットしたいと思います。ちょっといまいち良くないですね。前衛で使ってみますかね。2番ぐらいに置いとくか。うん、行ってみましょう、これで。はい、よろしくお願いします。これスパイクが、光栄ですね。お、動いた。ダメージはね、結構やっぱでかいと思うんですけど、で、こっちはカグラが動いて、まだ覚醒ゲージはたまらないか。たまるかな？たまらなかった。OK、たまりましたね。悪霊の罠。まあ単純にこう、スキル順の問題のような気もしますけど。おお、やっぱすごいよね、結構。あ、これもダメージ痛い。痛いな、これ。
なはずでは。捕らえた。けどまあ向こうも結構食らうよね。クリティカルで、クリティカルなしで一戦やん。凍結対策をしないといけないか。すごいな、めっちゃくちゃ凍った。でここでなんとかスパイクを倒せて、おこれで覚醒スキルは溜まってますかね。全ての敵に攻撃力 200% の物理ダメージ、対象が1体少なくなるごとに 100%、 これは強いな。うん、先に覚醒スキル使ったらもうほぼ勝ちみたいなもんですね。凍結も強いし火力はめちゃくちゃ高いね。だからこそこう試してみたいのがやっぱルディ、クリス、あと回復キャラなんですよね。まあただクリスは結構今キャラとして出てきてるんで、支援キャラじゃない、なんかキャラをね使ってみたいっていうのがあるんですけど、まあでも椿ぐらいしかおらんのかな今のところ。魔法キャラで全体回復持ってるのって、まあ固定ダメージが、強かったんでルディがあまり意味をなしてなかったっていうのはまあ正直あると思うんで、ちょっと試してみたいのは試してみたいんですけど、はい、なんとか勝てましたね。ありがとうございました。うん、まあ光栄で使ってるからきつかったのか、単純にスキル運が問題なのかがちょっと分かりないんですけど、まあ少なくとも結構柔らかいっていうのはこう間違いないかなと思いますね。やっぱこの編成やとね。もう一戦行きましょう。俺たちは最高のコンビだぜ。覚えられました。よろしくお願いします。アキラ編成ですね。で極寒の地震で先に、攻撃仕掛けていくと。でこれも結構痛い。うん、痛い。お、あんまりこう闇のささやきはあんま欲しくないな。これは氷の方か。凍結させるのが結構きついですね。でも一応クリスは凍結してても回復は入るんでしたっけ。あ、入るんですね。あ、そういう意味で言うとクリスは凍結しててもまあ最悪いいかな別に。ただこれって回復は入るけどクリダメとかは下がるんでしたっけ。あれどうやったっけ。敵のアキラは呪い受けてます。これでどこまで削れるか。反撃スキルでげ、あー、あんまり食らわないね。うん、やっぱアキラも結構硬いからワンバック向きですね。後ろは安心して任せられるという感じが、先にこれが発動すると強い。いや強いな、4600が強いね。けどなぜか結構不利になってる。さあアキラが落ちるか。落ちない。これは来るか。あー、追憶の結晶、これは死んだね。あー痛い。スパイクは残ってる。うん、なんか全員で使うとやっぱり結構硬いな。お、回復入った。これはやっぱクリスは凍結してくれてた方がいいかもしれない。よし、ダメージでかいな。なんかこう見れば見るほどルディ・クリスを使ってみたいという気がしますね僕は。まあ多分全然実際やってみるとボコボコにされて終わるんでしょうけど。でクールタイム延長から、うわー、バフ源入るか。
辛い。お、なんとかメルキルは倒せたが、もうエリス一人だけでも暴れられるんでね。おし、これはいい感じで単体入ったな。これはまあ、ある意味クリスが凍結してくれてくれた、凍結してくれたおかげですね。はい、ありがとうございました。どうなんでしょうね。やっぱ光栄で使うと結構ダメージもらう気がするんで、やっぱ前衛キャラの方がいいのかもしれないですね。まあ、ちょっと、まあ、正直ね、試し始めなのでわからないですけど、まあ、今のところの印象としてはそうかな。行きましょう。はい、よろしくお願いします。またこれ結構スコアが離れてるね。お、これもワンバックですね。やっぱアキラは陣形崩しがあるんで使いたいっていうところはありますけどね。で、エリスがもう固定ダメージが結構下がってるんで、多分ヒット数とか、保護シールドっていうの、 HP の補助みたいなやつがやっぱ強いんで、まあ、抜くのはどうなんかなとも思いますけど、関連してるの。マジか。あー、今のはちょっと死なないで欲しかったな。ちょっとわからなくなる。で、ここでエリスが補助 HP を入れていく。で、こっちはバフゲンですね。向こう一応即死スキルが入ってるけど、で、悪霊の罠で、罠デバフ入れていって、で、返される。そろそろスパイクが動き始める。強い。結構強いですね。やっぱ。まあ、クリティカル貫通かな、こっちは。こっちはもうクリティカル貫通じゃないのか。絶滅。もう結構耐えるんだよな、前衛だから耐えてるのか。これはオッケーが返されると。さすがにこっち残ってるキャラがもうカグラとクリスだけだから。うわ、いて、すごいな、ダメージ5000食らった。ちょっとエリシアが先に倒れてしまったので、よくわからないですけど。はい、どうもありがとうございました。いや、難しいなぁ。ちょっと正直やっぱ柔らかいですよね。後ろ手使った場合は。まあ、もうちょっとね、試してみましょうか。ほい。行きましょう。よろしくお願いします。結構、何戦かこう、試してみたいんで、ざっくりと、カットしてる可能性がありますけど。まあ、クリスはあんまり動いてくれなくていいって感じですね、やっぱりね。どっちかっていうと凍結しててほしいぐらい。お、来た。雪原の斬撃。お、凍ったな。やっぱ凍結対策はした方がいいんですかね。クリスはまあいいとしても。で、エリスの遅延が入って、向こうは？あ、メルキルの覚醒か。で、セイクリッドシャイン。なかなかいいダメージ。あー、絶滅来てしまった。
なんか最大ダメージ、最大 HP の割合ダメージだから結構痛いですよね、やっぱね。うお、強っ。これ、前衛でも十分ダメージ出るから、もうこれ前衛キャラかもしれないですね。まあ、なんとなく。うわ、最悪。まあ、エリシアが前衛やから、まあいいけど、これでも。八邪剣。で、OK。相手のクリスも、凍ってるのか。やめて。おっし、OK。エテラの導き。向こうは一応凍結はもうないんで、うわ、強くの決勝、来てしまった。これはクソ痛いぞ。あ、これは痛いぞ。痛い。まあ、痛いけど、なんとか耐えましたね。あと、カグラが、やっぱ硬いな。うお、1万8000。ダメージが尋常じゃないな。すごいな。さすがにこれはもう、さすがに相手がクリスといえど、一体ならなんとかなるでしょう。はい。ちょっとカットしたいと思います。大丈夫？勝てる？これ。で、極寒の地震で、凍らせて、で、雪原の斬撃。斬撃で当てる？あ、クリスが死んじゃった。で、セイクリッドシャイン。よし。まあ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 。強いですね、普通に。はい。はい。じゃ続きいきます。よろしくお願いします。結構スコアが離れてる方とめっちゃ当たるんやけど、同じぐらいの人と当たってほしいんですが、ただ一応先手は取れたと。あ、でも追加攻撃してくれなかったな。こっちはまだなんとか。オッケーオッケー。で、ここでスパイクが動いた。ダメージいい感じ。まあ、前衛でこれぐらいダメージが出せるっていうのは魅力的ですね。エリシアはクリダメ今つけてるんですけど、アクセ状態上対策にした方がいいな。これは十分火力は、スパイクとカグラで出せてるからいらないかもしれない。で、追憶の結晶。まだスパイク、なしなんで、あ。けど結構、いいタイミングでセイクリッドシャインが入ってしまった。遅延攻撃。向こうは遅延対策はいないけど、どんどん、どんどん反撃スキルで削られていく。一人でも倒せれば回復が入るんですけどもね。カグラの動きが遅かったのがちょっと致命傷か。これでなんとかなるか。ワンバックやけど。よし、倒せた。これは回復入る。オッケー、いいね。ただこれでクリスはダウンか。オッケー、なんとかメルキル倒せた。防御力ダウンを消せたってのはいいよ。ただエリスが粉々でどこまでダメージ削ってくるか。まあ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 。ただ少人数対戦みたいなのはあんま変わんないですね。ここで即死が入りそう。入れなかった。おで粉々にしてやるで、まあこれは対戦相手の方にまだスパイクがねいなかったので、まあまあ固定ダメージという意味ではかなり有利。
で雪原の斬撃、五感の地震、いいダメージだ。 OK、 まあまあやっぱり強いのは強いんで間違いないですね。あとはもう後衛で使うのか前衛で使うのかっていう、ただそれだけですね。やっぱカグラがクールタイム遅延完全に無視で反撃スキル入れられるんで、やっぱ後衛でカグラは使うべきなんじゃないかなとは確かに思いますね。でその上でやっぱり前衛でも十分火力出せるんで、まあスパイクは前衛で使うべきなのかなって、まあ今戦った感じで印象としてはそういう風に受けましたけども、どうでしょうね。はい、じゃあ続きの方やっていきましょう。まあまあエリスの固定ダメージが減ってるんで、まあエリスを変えるというのも一つの手ではありますが、もし変えるなら、まあ、スパイクのスキルをいっぱい使わせたいっていう意味で言うと、まあカールヘロンでまあスキルリセットをするとか、まああるいはまあ無難なところで言えば、まあメルキルとか、セバスチャンでまあ防御低下狙うっていうところかな。あとまあエリスが敵にエリスが、あとまあ敵のエリスが減ってくるならば、まあ弱点攻撃が通るようになってくるんで、そうするとまあ弱点ダメージを上げれるようなキャラでもまあいいかなっていう気もしますけれども、これは痛い、まずい。おーし、なんとか耐えた。カグラ、カグラ動いてほしい。あー、セイクリッドシェイン、まあこれでもいい。オーケー、いい感じのダメージ。おーし、ナイス、これはナイス。回復入った、痛い。まあロロか、まあロロでもいいよね。まあクリスの回復が、少なくなるんでね。まあ一応1体格殺できるスキルも持ってるし、いった、まあ、ダメージすごい。なんかスパイク食らわへんな前衛やと、なんでやろう、なんかちょっとよくわからないけど。あー、先に追憶の結晶使われてしまった。これはもうほぼ前衛は吹っ飛ぶやろ。いて、おかしい、ダメージがおかしい。なんとかなんとか耐えて、スパイクなんとか耐えて。あー、これ無理か。あー、スパイクやられたな。あ、でもカグラが倒れてくればワンチャン。オッケー、さあスパイクいけ、さあスパイクいけ、さあいけ、やめてやめて。オッケーオッケー、追憶の結晶、母上の残してくれた心、ドン。おー、いいね、いいけども、ん、なんかすごいダメージが。よし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 。あー、ただこっちはクリスが凍結してくれてるから、倒しさえすれば回復する。 OK、これはさすがに勝てるでしょう。極寒の地震、火力高いね。もう一人でも高いもんね、これ。自分一人やん、もうこれ。強い強い。でもこの火力を見れば見るほど、ルディ、クリス、スパイクを試してみたくなる。けど結構やばいぞ。結構やばいぞ。逆転されへんか、これ。ここでクリスが復活。回復。おーし。はい。まあ、なんとかという感じですけれども、勝てました。俺に任せて。まあ若干やっぱり初見プレイみたいな感じではありますけど、やっぱりカグラは後衛でいいかなって思いますね、やっぱね。反撃スキルのダメージが常に高くなるんで。あとまあスパイクは前衛でも全然火力が高いんで、まあこれでもいいんかなって思いますけどね。ちょっと一回エリス外してみましょうか。ね。
はい、じゃあ行きましょう。セバスチャンでどこまで戦えるか。まあ、防御力低下は結構な、まあ、アドバンテージにはなるんで、ただやっぱ先手を取られるとかいうことになってくると結構きついけど、先手は取れたね。うんうん。お、いいね。ただ向こうもセイクリッドシャインを入れてくる。痛い。さあ、ここでスパイクが、あー、クリスあんまり動いてほしくないな。メルキルが動いてくれる。まあメルキルも結構痛いけどね。まあメルキルも覚醒スキルが、覚醒ゲージをね、減らすんで、まあ、結構有用ではあるとは思うんですけど、さあここでスパイクがしっかり動いてほしいけども、お、なかなかいいダメージ。クリティカル武器つけようかな。弱点武器だけではなく。なんかアクセサリーで、なんだっけ。HP20% の浮いて。やば。え、なんでこんなにすごいダメージやな。あ、覚醒スキル使ってるからか、向こうの。結構きついな。オッケー、いい感じやけど、向こう、溜まってしまったか。オッケーオッケー。先に使えるな、これは。いた。けどクリスは凍った。残ったが、いった、やば。まあちょっとこれはぐしゃぐしゃかな試合。まず悪霊の罠が入ってないもんね。もっとやっぱり悪霊の罠先に使わないとダメかな。いや、これはさすがに厳しいやろ。いた。こうって帰ってくるだけでもかなりのダメージ。でもこれはなかなかいい勝負ではある。まあ、カグラがいかに硬いかってことですね。うん。負けたけど。はい。ありがとうございました。なんかまあ、全然そのエリスを抜いてもいい感じでしたね。ただまあ、やっぱり、打撃数が多いっていうのもあるし、あとまあ弱点攻撃率を下げれるっていうところもあるし、あとやっぱり、補助 HP?がつけれるっていうのもあるからね。まあちょっとエリスでやっていこうかな、しばらくは。うん。いやでも普通になんかどのキャラを入れても楽しめるというか面白い感じになってきましたね、最近はやっぱり。でやっぱりね、どのキャラを使っても全然戦えるし、アリーナ結構面白い感じになってきましたね。なんか全部みんないい感じの、うん、いい味出してる感じがする。はい、よろしくお願いします。お、これは2バックですね。まあ確かにこういう編成もありやね。カグラのダメージは失いたくないし、スパイクも火力上げたいと。その代わりしっかりね、明かりで、後ろの2人の防御力も高めてあげると。いて、ちょっとエリシャやめて。よし、先にカグラ使えた。で、これは向こうはもう、ほぼ、エリシアの覚醒が、回復かな?回復が先に来るか。まあまあ、これはこれでいいね。ここで一気に蹴りをつけたい。あー、8邪剣か。スパイクが動いてほしかったけども。よし、即死入った。これやね。やっぱ、クリナメのアクセとかつけてると、即死が入っちゃうから、
で、これ覚醒スキルが減って、おーいいね。いや、いいダメージ。やっぱもう前衛で全然使えますね、スパイクはね。よし、タロで、ここで覚醒スキル、これで一気目を追憶の決勝。いや、オッケー、いけ、行ったれ行ったれ。あれあ、そっかそっか、ダメージ免疫ついてんのか、あかり。くっそセイクリッドシャイン、あんまりダメージいかへんな。なんとか一人でも倒せれば。スパイクワンバックやから、スパイクいって、スパイク、あ、めっちゃめっちゃ凍ってる。うん、耐久相手にこんだけ凍るのはちょっときついんよね。まあ普段なら別に、まあ、普通の耐久パじゃないなら、うん、これもありなんですけど。うお、いいダメージやけど、微妙にこう人を足りなかったですね。あ、でも悪くはなかったな。お、クリスが暴れております。絶滅、まあ最大 HP 削ってくるから痛いけど、まあクリスなんでそこは大丈夫。あー、これで凍らされるか。これクリスだけっていうのは結構やばいな。すぐバフターン、すぐターン経過しちゃいますね、これ。あと、じゃあラスト行きましょうかね。まあちょっといろんなこと試したいこといっぱいあるんですけど、まあ動画にすると時間が限られるというか、うん、一回1時間2時間の動画とか出してみようかな誰が見んねんって感じだよ、そんなに長かったらね。で、ヘビ狩りで、おー、しっかりと覚醒スキル溜まったと。やっぱまあポイントとしてはやっぱりカグラの覚醒スキルをしっかり最初に使っていくっていうのと、まあ、スパイクが、ガンガン動くっていうのがね、やっぱ主軸やメインやね。で、あとはエリスの打撃で、免疫削ってクリスで回復するっていう、まあ、この辺が噛み合えばかなりやっぱ強いですよね。凍結はクリスのみを。いやいやいや、11000、やばっ。あれ、ワンバックもいいのかなワンバックいいんかな、もしかして。いや、まあまあどの編成でも結構アリーナはいい感じで登れるかもしれないですね。あとはセット装備やな、やっぱね。うん、セット装備鍛えたいな。けどやっぱり2月の何セット装備のその改善まではやっぱ育成しづらいですよね。いった、やば。そっか、まあクリス凍結しててほしい気もするけど、クリダメが下がらないなら、うん、強くの決勝どこまで削れる。くっそ、残った。マジか、残ったか。いっと、でスパイクは倒れるから回復入る。こう結局少人数対決みたいになりますね。どっちが強いかやな。あとはメルキルで、あー、即死入った。8じゃけんで即死入れてほしいけど、まあ入らへんよね。あ、入った。珍しい、敵に即死入ったことほとんどないんですけどね
まあただ一回カグラは、あれ一回カグラ倒れてるかな。クリスがそろそろ復活してきてほしいんやけどね。よろち狩りでそろそろ両方ともスキル切れが発生するから、メルキルが死んでカグラも死ぬ、一回死ぬ。お、いいタイミングで復活してきた。あ、でも八邪剣を乗り越えてから来てほしかったな。あ、でもクリスは即死耐性あるか、即死免疫つけてる気がする。いや、これはさすがに勝ちでしょ、買ってくれないと。即死入れ、入らない。まあ入らないよね基本は、まあ敵にはね。あ、死んだ。オッケーオッケー、まだこれならなんとかなる。で、ヘビ狩りで回復して、でも2分か、すごい微妙な感じ。即死免疫さえなければクリスの下で即死入るはずなんやけども、対応対策してるかな。あ、これ入りそう、カグラに入りそう。お、怖かった。さあそろそろクリスの即死が来るけども、まあまあそれはもう確率の即死はもう入らないって分かってるから。あ、即死対策してるのか、なるほど。まあ確かにね、少人数対決になるとやっぱり即死ってかなりの、かなりきつくなるんで、即死入るとね。さあここで闇のささやきではない、まずい、オロチ狩りを入れてほしい。あ、うっそマジか、わ、今のショックこれはショックマジか、2対1で負け判定。あー、まあ仕方ないか。はい、まあ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 、うん、どんなパーティーでも結構、今は楽しめる感じになってきてますかね。まあ、どの編成にしてもじゃんけん要素があって、まあ、一強っていうのは今はないかもしれないですね、やっぱね。うん。はい。まあ、ということで、ちょっとね、画面の方止まってますけれども、まあ、ちょっと戻すのめんどくさいんで、このまま終わりたいと思います。はい。まあまあ、ちょっといろんな編成試してみたいっていうのもありますんで、今週はそこそこ動画を、出すかもしれないです。まあ土日は少なくとも出すと思うんで、はい。もし興味があればご覧ください。まあルディ、クリス、このあたり使ってね、一回やってみたいなとも思うんで、まあもう負けてもいいんでね、今週は。うん。ちょっとまあやりたいことをやるっていう感じで、今週はやっていこうかなと思います。はい。ということで、どうもありがとうございました。失礼します。